今朝、根室の港には昨日夜にカゴを仕掛けた漁船が戻りました。このうち花咲港では去年と同じ3トンの花咲ガニを初水揚げしました。期待はできねえに、値段も安いべや。その後の競りでは甲羅のサイズが大きい高値のもので1キロ当たりおよそ2600円と去年を下回りました。根室を代表する味覚の花咲ガニですが、恒例のカニ祭りは新型コロナウイルスの影響ですでに中止が決まっています。